ザ・話し方構造委員会ミロチャンネルスタート、お願いします。よろしくお願いします。どうぞ。本日は、いつまでも悩んでしまう、後悔が消えない時の対処法を教えてくださいというものなんです。何かあったんですか？なんか後悔でもしてるんですか？まあ、後悔はありますけど、あります、でもたくさん動画に、こうずっと悩んでることが何年も消えないとか、こう何回もリフレインしてきちゃう、こういうのをどうしたらいいんですかっていうお悩みの声が上がっていて、それに答える動画って結構あるんですよ。おー、なるほど、はい、それを桐生代表にもぜひ教えてほしいなというのが今日のテーマです。なるほど。後悔が消える方法ってことですもんね。そうです。後悔が自然になくなっちゃうみたいな、後悔もあると思いますけど、なんか友達にひどいことを言っちゃったとか、ご両親にひどいことを言っちゃったとかもあるかもしれない、まだ若い頃ね。そうですね。あんなこと言っちゃったとか、あと夫婦とか恋愛とかでも、なんで別れたのかしらとかね。そうですね。あの人のことが忘れられないとかね、あるかもしれないですけど。素敵な感じになってきちゃう。素敵な感じになってきちゃう。まあ、後悔が消えないっていうのは、先ほどありましたけどね、頭の中でリプレイするってことですよね。同じことが何度も。はい、何度も反芻しちゃう。反芻しちゃうってことですもんね。だから、後悔が消えるの定義は、リプレイされなくなるってことでいいですか？あ、はい、そういうことです。なるほど。これなんか、話し方向上委員会っていうチャンネルですけど、今回は自己対話みたいな、自分に対する話し方みたいな感じですね。そうですね、はい、そんなちょっと全問答みたいな感じで言ってもいいですか？はい、ぜひそうしていただきたいと思います。まずなんでリプレイされるかって、これを考えなきゃいけないんですけど、はい、あの人間の脳にとって意味ないことなんか一つもないわけですよ。なるほど。例えば、大沢さんね、今今日オフィスから新宿駅まで今から逆立ちして駅まで向かいます？なんでですか？なんでですか？向かわずに後悔します？いや、しないで。なんであの時私は逆立ちで駅まで行かなかったんだろう。思いつきもしない、ね、思いつきもしないでしょ。だから反芻するところじゃないじゃないですか。まあ、しようがないですね。しようがないですよね、はい、だから意味のないことってのは考えもつかないんですよ。なるほど。でも何回も繰り返すってことは意味があるんですよ、それは。え、すごい。じゃあどんな意味があるのって話じゃないですか。なるほど。意味ないことなんか反芻しないんですよ。はあ、反芻するってことは意味があるからってことですね。なるほど。じゃあどんな意味があるか、これはその後悔からまだ学び終わってないってことなんですよ。いい話っぽくないですか？すごい深い。例えばですよ、言葉で誰かを傷つけた、ああ傷つけちゃったなぐらいだと、まだ後悔が終わってないんで、何回も何回もリプレイするわけですよ。もっと深くね、あの言葉はひどいなと、やっぱ言葉っていうのはナイフだと、やっぱナイフ刺されたら痛い、いやあれはなんと本当は言えばよかったんだろうか、いや今度お会いした時になんて言おうかっていうことをまるっとこう気づけた時に初めて、あ、気づけたんだったらもういいやということでリプレイする必要がなくなると、はい、裏切られた、でももしかしたら裏切ってたのは自分かもしれない、かもしれないって気づくと、そのリプレイする必要がなくなるので、だからリプレイ最中っていうのは何か大事なことを気づけっていうね、サインなんですね。サインだからガン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 ってしてるわけなんですよ。だから僕、あの気づきが浅いとね、ずっとリプレイするっていうね、これ僕が初めてね後悔したエピソードなんですけど、私が初めて後悔したなっていうのは小学校1年生の時、可愛い子に結構小さい頃もうすでに後悔した、はっきり覚えてることがあって、何かっていうと、小学校1年の時におばあちゃんと一緒に暮らしてて、おばあちゃんがね僕に100円をなんかくれたんですよ、お小遣いです、ね、お小遣いなんかしたわけでもなく急に100円くれたと、で、ありがとうって言ってもらって、僕はその100円を握りしめてすぐ駄菓子屋さん行って、かわいいな、で、おっとっと知ってるでしょ、はい、あれ昔100円だったの、今いくらか分かんないですけど160円ぐらいするんじゃないですか、当時100円ぴったりで消費でもないからね、もうすぐおっとっと買って、で、おっと買って家に着いた、そしたらそれを見たおばあちゃんがね、すごくね悲しそうな顔したんですよ。お金をそんなにすぐに無駄に使うんじゃないってことだったんじゃないかなと思うんですけど、僕はそんなことを考えてすぐおやつ買ってきたらね、ああもう使ったのねみたいな、なんかねそんな悲しげな表情をしたのをずっと覚えてて、でそれがね1年生になっても2年生になっても3年生になってもなんか覚えてて、で、まあ、3年生ぐらいになるとちょっと力も出てきたんで、はい、あのおばあちゃんの肩もみをしようということで、お孫さんでしょ、週に何回かね、おばあちゃんまたね肩がガチガチなんですけど、肩を揉むようになって、どうだ3年生4年生ぐらい何年かもう結構ね肩もみをしてたら、後に肩もみをすると100円くれるようになったっけ、くれるためにやってられるわけじゃないんですけど、一回やるごとに100円くれると。で、ものすごい重労働なんですよ、おばあちゃん肩カチカチなんで。だから、100円いただくのってこれ大変なことなんだなと。
労働ってすごいなというのを僕は感じたわけです。だからその時に1年生の時のあの100円もらってね、すぐ買っちゃった、もうお金を大事にしなかった自分に初めて気づいたわけですよ。なるほど、そこが繋がったの。繋がったの、そうそうそう。お金を稼ぐってこんなに大変なのかと。それ以来おばあちゃんから毎回あの100円もらうんですけど、この100円一回も使うことなくずっと貯金箱に。へえ。多分今も実家にありますよ。本当ですか？めちゃめちゃ溜まってますから、一回も使ってないです。え、すごいいいお話。すごい。それで、あ、100円お金をもらうって大変なんだって気づいた瞬間に、その1年生の時の悲しげなおばあちゃんの顔は思い出すこともなくなったんですよ。なるほど。うん。すごい深いお話。だから僕の気づきは何だったのかといえば、うん、お金って大事にしないかんよってことだったんじゃないかと思うんですよね。なるほど。でもそれが分かって気づけたら反省しなくなるってことですね。そうそうそう、役割終わったから後悔はもういいのねと学んだからじゃあ OK ってことで消えていくんじゃないですか。なるほど、面白い。だから後悔がある人はまず具体的に書き出してみたらいい。何を後悔してるのか、そしてそこから何を気づったのか、それをまず書き出す、はい、で、ああそうだなって気づいたら2つ目、今度それに対してアクション、行動する。まあ、肩も無理じゃないですけど、例えばグループセッションとかで同じような後悔がある方集まって話したりするじゃないですか。で、話してるうちに消えてくっていうのも、それ学びに気づいて喋るってアクションしたから消えたと思うんですよ。なるほど。ひどいこと言っちゃった。それはどのアクションすればいいと思ったらもう謝罪をするですよ。お友達にひどいことを言って、そのお友達とも会うことはないと。はい。まあ、もう連絡も取れないと。取りにくいとかもあれば、じゃあその友達に謝罪できないんであれば、今度は今近くにいる方に同じようなことしてないから。で、同じことしてしまったらまだ近くにいるんだから、その方に謝るっていうアクションをすれば。だこういうふうに気づきとアクションができた時に自分が清められて、後悔が成仏していくと。そして消滅するということなんじゃないでしょうか。なるほど。今日すごい肯定的な、肯定、はい、あの対処法を聞いて、はい、なんか驚きです。驚き。あ、そんなに、え、そんなことも言うのみたいなあれじゃないですか。もうちょっと目から鱗状態なんですけど、すごい良かったです、うん。なので私もちょっと嫌だなと思ってたんです、はい、単純にリフレインしてるのが、うんうん、なんか落ち込むじゃないですか、うん。それをきっと気づきがあるんだって肯定的に捉える、うん、はい、で行動してみるってことをやってみたいなとすっごい思います、うんうん、おー、ありがとうございます。はい、頑張ります。頑張りましょう。まあ、今日はどちらかというと自分と話をするっていう対処法を教えていただいたんですけれども、うん、私たちは毎月月間150本ぐらいですね、うん、セミナーを開催しています。いろんな対話法もそうですし、こういった気づきのあるものもたくさんやっていますので、はい、ぜひ下の概要欄を見ていただいて、うん、書かれているセミナーいいなっていうのを探して、で、はい、ぜひクリックをしてみていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日のみのチャンネルはここまでです。ありがとうございました。また会いましょう。では。